はい、エントリーの方こちらのカウンターで受け付けます。1人300円いただきます。よろしくお願いします。名前書くときにお金払ってくださいね。はい、キャラアシストも固定で、俺全くなぜ メインキャラだけでいいです。はい、エントリー用紙の横にある青い箱の方に、お金払ってくださいね。はい、ちょっと狭いところですが、よろしくお願いします。電波大会、エントリー募集中。だいたい人数が適当に集まったら締め切りますんで、よろしくお願いします。参加費300円です。お名前と使用キャラ名、書いてください。よろしくお願いします。激ストリート、新作です。新作ストリートファイター。電撃ストリート大会エントリー募集中。適当に集まったら始めたいと思いますんで。
はい、エントリーの方を募集しています。大体30分目安に始めたいと思いますので、よろしくお願いします。八丁堀さん、これは一応メイン8キャラとなんかストライカー12キャラぐらいストライカーはいいです。毎回変えられるアルカナハート方式なんで、これ、あ、毎回変えられるんですか。赤パッツじゃないので、はい、大丈夫です。赤パッツの方式ではないです。メインで使うやつらをエントリー、メイン1キャラ、メインだけは固定、メインだけは固定でいきます。それ変えられちゃまずいんで、メインキャラ固定だけ、アシストは毎回変更カットします。暫定ルール、ぶっちゃけ2時間前に初めてやったので分かりません。やっただけいいじゃないですか。まず今このあとあらかじめ注意事項が、マイクを持ってる人間、作品のことについては全く分かりません。一切わかりません。まあ、俺がかろうじてレールガンを見たくらいです。このなんかバスケットボールのやつ強そうじゃないですか。この人が多分結構やり込んでるぜなんで。ロケテ勢ですね。ロケテ全員来てますね。ロケテ全員早くエントリーしてロケテ全員。ロケテ全員しょがり勢ですね。みんながキャラも技もわからない間に今のうちに食べれるもん食べとくと。エントリー受付中で、エントリーこちらの方で受け付けております。だから負けせん帝、電撃なんだっけ、電撃ファイティングライマックスか。まあ1,2,3,4,5,6台、今6セット対戦が全部整理してます。朝からはい、300円です。税金かかるんで300円です。はい、参加エントリー受付中です。一人一キャラ。そもそもみんなちゃんとキャラ分かってるから、分かってないような、多分な。エントリーは1人1キャラでよろしくお願いします。で、300円です。今現状エントリーが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15人エントリー中。だいたい集まってます。まだエントリー、まだだこれまだエントリーしてない人います。まだエントリー、多分目の前のこのしょがりで、じゃあエントリーが終わり次第ほどほどに、はい、ほどほどに始めたいと思います。ほどほどに始めたいと思うので、まあまあ、一応10時半とか行きませんでしたっけ。じゃあ電波大会、主要キャラと、リングネームお書きになって、300円お支払いください。重量課金制のゲーム。これはあれですね、うちの常連さんの4126にやらせたいですね。今羽生えてましたよこのバスケの女。じゃあ皆さん、エントリーの方よろしくお願いします。あ、すごい池田さんがカンペを用意してる。いや、今一応教えてあげようかな、マイクで。インパクトブレイクだっつって教えてあげればよ。まあ、多いよね、システムがね。ちょっとストリートファイターとしては結構複雑な方ですね。ストリートファイター系なの。そうですね。今日発売の、ロードストーセンキーじゃねえや。なんだっけ、電撃ブレイクとファイティングクライマックス。ロードストーセンキー。ロードストーセンキーまでは分かるね。ロードストーセンキーで俺は小説読むのやめちゃったんで。やめんな、早いんだよ、たぶん。
はい、いいです。僕がちょっと開幕の挨拶でバシッと決めるんで、その件について、はい、エントリー募集中、エントリー受付中です、エントリー受付中、エントリー受付中です。1人300円にてとエントリーしてくれましたね。ロケテ全員1、私バスケが大好きです。お前バスケット好きなら戦っちゃあかんだろ。まさか全部バスケットを戦いの道具にするんだ。埋まるとは思わなかったね。これはい、1人300円です。黒雪姫でルンペン小島がエントリー。コーリーさん何でエントリーしたんですか？コーリーさんはバスケキャラと書いてください。名前こいつなんて名前なの？こいつ、まあこれなリムルル的な感じで氷落ちてるよ。あ、ブロックスなんで。あ、どうですか、勝ちました？この間やめときましょう。埼玉ブロンコスの、実況をやってます、郡正夫さんです。バスケキャラ使わないで。これボタン4つあるけど色も4色なのかな。これハメじゃないか。はい、エントリー募集しています。連勝が途切れたからから早めにお願いします。このバスケキャラはあれですね、ザベルなんですね。アナカリスとザベル足した感じなのかな。敵相手をボールにして、これ完全にザベルですね。この相手バスケのボールにしてダムダムするのは何だろう、駒投げかなんか。あ、またダムダム行くよ。ダムダム行っても跳ね返っちゃやべえだろ。はい、一通りエントリーはもうお済みになりましたでしょうか。宝物ゲーセン、ミカド稼働日大会、これいつもの適当なあれじゃないです。本当に稼働日大会です。電撃なんだっけ、電撃ファイティングクライマックスだっけな。残り集団か。
クロスが、帝の2階が女の喘ぎ声しかしないって書いてそうですね、確かにパッと見た感じ女キャラしか今んとこいないですよ。しょうがねえな、電話なんだからな、しょうがねえな。男キャラを使用してだから下品ですね。今んとこ1、2、3、4、5、6、6の2画面、まあ、確かに6セット中女キャラしか確かにいない。6台対戦が全部成立してますけれども、男キャラはゼロ。まあね、電話男にはしてもしょうがないですから。電話は男は必要ない、必要ないです。はい、大丈夫です。こちらにお名前と使用キャラを、お名前と使用キャラ300円ですね。お願いします。はい、ありがとうございます。朝からすいません、はい、みんな仕事はいいのか、はい、言うな、それはみたいな、そんな感じでしょうか。ということで、今19人のマッサージ師が、19人のマッサージ師が揃ってます。高田負けせみかど、俺はプロの整体師になると。じゃあ、一周回って、そうですね、一通り回って、もしいなかったらもう始めます。すみません。とりあえず今は現状が19人のマッサージ師。ね、楽しみな新作のストリートファイターですからね。ぜひ、まず稼働日全一を決めようかなと思いますね。今日この大会で勝った人が今現時点の全一ということで、僕が勝手に認定したいと思います。皆さん頑張ってください。はい、対戦参加希望の方は今波長がエントリー用紙持って回ってくれてますので、そちらで一通り締め切りますよ。大体20人くらいかな。もうキャプテンコマンドだ。どう見てもキャプテンコマンドだろ今の。
はい、エントリーしてない人いますか？そろそろ締め切ります。30分なんて大丈夫ですね。じゃあエントリーの方を締め切ります。はい、22名となりました。はい、22名となりました。電撃文庫ファイティングクライマックス稼働日大会、高田の馬場ゲーセン帝からお送りしています。23名となりました。はい、くじ引きの方します。もう、順番関係ありません。エントリーした人、くじを引き来てください。
今あれですね、八丁堀がトーナメント表のくじ引きのくじを持ってフロアを回ってますので、くじ引き下を3回エントリーしてくじ引き下を覚えない方は八丁堀にくじを引きに行ってあげてください。で、参加エントリー22人の300円